皆さんこんにちは、猫背のアシト。今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、股関節、骨盤、背骨っていうのをつなげて使っていくようなファンクショナルなストレッチですね、動的なストレッチをお伝えしていきますので、ぜひ皆さんマットだったりとかお布団の上で一緒にやってみてください。まずはですね、足を開いてこのように膝を曲げたポジションで座ってください。そして手は後ろ側につけておくようにしていただいて、このまま膝を左右外側に内側に倒していくような感じで繰り返し、まずは倒してみてください。理想的には膝がここ床面、内側も外側も床面につくことは望ましいですが、体の硬い方、なかなかつかない方いらっしゃると思いますので、その方はいけるところまでで結構です。そして徐々に動かせる範囲っていうのを広くしていってみてください。慣れてきたら少し時間をかけてぐーっと体重をかけてみてください。しっかりと床面につける。反対側と膝を床面につける。反対側もぐーっと床面につける。いいですね。 OK。 そしたらですね、今度のステップはまず皆さん右側に倒してもらったら、左手を浮かせてもらって、このまま左手反対背中方向に持っていって、少し腰もですね、ねじっていきましょう。ぐーっと腰をねじっていきます。この時に背中が丸まらないように骨盤をしっかりとぐーっと立てていただくことがポイントです。では左手元の位置に戻したら、今度は両足左側に倒して右手を浮かせて後ろ側について腰をツイストねじってみましょう。できるだけ背中丸まらないように、できるだけ伸ばしておくように意識をしてください。ぐっと腰をねじっていきましょう。これが股関節がぐっと前に出て腰骨が起きていくというところですね。股関節、骨盤、腰椎の連動性です。では右手元のポジションに戻して、もう一度行ってみましょう。今度後ろからお見せします。足を右側に倒して、左手体の後ろに持っていき、できるだけ背筋を伸ばしたまま、ぐっとお尻から頭頂までのラインをまっすぐ伸ばして、呼吸は止めず、では左手元のポジションに戻し、足を左側に倒したら右手を背中側に持っていき、背筋をぐっと伸ばしていきましょう。では右手を戻して、さらにエッセンスを加えていきます。足を右側に倒してもらったら、右手は体の真後ろにつけましょう。そしてフリーになっている左手を天井方向に向かってぐーっと伸ばしていきます。この時少し意識してもらいたいのは、手を上げる上の手をですね、内側にねじっていただくようにするとより伸びやすくなります。ぐーっと伸ばしていく。目線は伸ばした左手、上側を覗き込むようにしましょう。ゆっくりと下ろしていただいて、今度反対側ですね、左に倒して、左手は体の真後ろ、右手を天井方向に向かってぐーっと伸ばしていきます。骨盤、腰椎、胸椎から肩甲骨、上半身までの連動性ですね。ぐーっと伸ばしていきましょう。では右手を下ろして反対側ですね。さらに余裕がある方は、ここから手で床面をしっかりと押し、お尻を少し持ち上げてみてください。たらゆっくりと下ろしていって、今度反対側ですね。反対側に倒し、左手はお尻の後ろですね、この後ろ、右手を天井方向に伸ばして内側向きのドライブですね、内側にねじっていきながら、左手床面は逆に外向きのドライブを入れていきながら、床面をしっかりと押して、目線は右手を見ましょう。ゆっくりと下ろしていきます。 OK です。そしたらですね、ラストは足を倒していくときに手をフリーの状態で動かしてみてください。このまま、これが意外と難しかったりします。股関節を立体的に使う、背中をあまり丸めすぎない方がやりやすい。
かがだったでしょうか。股関節周りをねパタパタと倒すワークから骨盤、腰椎、肩甲骨、上半身というふうにつなげていくとかなりですね全身運動になって体もポカポカしていき、かつ姿勢も良くなっていくワークになりますので、ぜひこちらもですねできる方はチャレンジをしてみてください。このようにですねご自宅で簡単にできるようなストレッチだったりワークアウトをですねオンラインのトレーニングルームに集ってですねみんなで楽しくワイワイ健康的に運動していこう、そんな企画をしておりますので、下の概要欄からですねフルボディワークアウトオンラインというのをですねぜひ興味がある方はクリックしてぜひチェックをしてみてください。では、次回の動画でまたお会いできればと思います。チャンネル登録まだの方、下の猫ちゃんマークからお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。